チャンネルのマッスリクイズ。いや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 、いやースーパー気持ちいいね。 GI フィッシュ、 GI を捕らえたね。よっしゃった GI GI、 これはちょっとサイズ落ちたな。40はないですね。でも30ちょい。GI やばくね。捕らえてる。嘘いたわ、でかい。うわマジで激流のトップに刺してたよ。あバレた。うわくっそ、50ぐらいあった。食いてもしょうがないね。しかしでかかったよ少しこの最上流部だけちょっと休ませるっていうのもありかもしれないですね。ちょっとまあ見切られたりする前に GI を一旦やめて、ちょっとドリフトとかで流してみます。ちょっとね、GI いっぱい投げていってもいいんですけど、ちょっと見切られたりするのも嫌なので、結構ハマってるっぽいんでね、見切られたりする前にちょっとドリフトとかで、取れる魚を取っていこうと。 GI で取れないけどドリフトで取れるみたいな、そういう魚をちょっと狙っていきます。でまあ、カトテール10インチなんですけど、5.75 でもいいのかなっていう気はしてる。ここで粘って良さそうですね。結構でかいやつも含めいろいろ魚が入ってくるわ、バンバンやって。でもその昨日の時点で多分決壊してますから、昨日の変化からその気づいてバスがバーって入ってきてるでしょうね。こんだけ流れ強かったらね、付近にいるバス全員集合みたいになっちゃうでしょうからね。結構でも俺今満足してるんですけどね、この野田ケコってね、一発出るんですよ。一発は出るの、45アップとか40アップがね、一発は出るんですけど、2、3が出ないんですよね2、3発が出ないんですよね。その中で今2発出してますからね。で、GI で50近いやつ一発ばらしてるんで、全部取れてれば合計今日3発取ってるんですよね。これがね、もうちょっと濁ってたら10インチでいいのかもしれないですね。濁ってないから、5.75 でいいかもね。ちょっと、カトテール、5.75。足元になんかでかいやついましたね。バスじゃないかもしれないけど、よし、ドリフト。やっぱ 5.75 だね。当たった。うぃー、これもでかい。おお、走る。うー、でかい。いいバス、ドリフト決まったねえ。いやー、最高の狙った一発だったね。カットテール5.75、綺麗な。これ張り傷ないでしょ、口真っ白。超いいバス、やったね。 Thank you バス、 Yes
決まった。さあドリフトの解説ぐらいしちゃうなんてね。よし、うわ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 、見て見て見て、いかにねここの激流バスが筋肉ムキムキか分かるよこれ。針ちょっと見えにくいかな。ほらこれこれ折れた、針が折れたちょっとトルクフルファイトだったのもあるんだけどね。でもなかなかないでしょ。これ今見てもらっても分かる通り太軸の針で、流儀のねタリズマンっていう針ね、タリズマンって言ったらもうマス針の中でもかなり強いやつなんですよね。それが折れた。いやでも足元まで来たけどギュ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 って走ったからね。まあ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 納得のバスだけども、いや生まれて初めてだタリズマン折られたの。普段流れがあるフィールドじゃないからドリフトが擦れてない、すなわち学習されてないよね、うん、さあまあちょっと得意げにドリフトを解説しようと思います。ドリフトね苦手っていう人多いと思うんですけども、まずただ流せばいい、これドリフトじゃないんですよね。例えばこう流れが今ありますけど、流れの強いところに落とす、はい、ボケーっと黙ってルアーが流されていくのを待つ。あ、これでもこうやって釣れることには釣れるんだけどちょっとお前空気読めよちょっとダメな例を説明しようと思ったんですけど、ダメな例を説明しようと思いつつちょっとなんていうの、いいところに落としちゃったんですよね僕が。うん、いやすごくないですかこのバス。こいつも腹ポリンポリン回復系。いやでちょっと説明させてもらえなかったんですけど、今ね GI で2匹目に釣れたところにちょうど投げたんですよね。まあ GI の動画見てない人はね、ぜひちょっと概要欄貼っておくんで見てください。でもうすぐそこですよねちょっとワームつけますじゃあ気を取り直してドリフトの説明。流れがあるところに対して流れの流進にポチャン、これがまず、一つ間違ってるところ、その1で、もう一つ、流進じゃないところに投げるんだけど、黙っておくパターンね、流せばいいんでしょっていう感覚でずっとこう垂れ流し状態、ボケーって黙って、これダメなんだよね。ワームっていうのは沈みます。で沈む以上は、ドリフトで流されていってホールして着底したら基本動かないんですよ。よっぽど流れが強くない限りはそこから転がっていくことはなくて、でかつ、流れが速いところっていうのは砂とかっていうのも流されるんで基本的には石とか岩になるんですよね。だから石とか岩に取って当たっちゃうとそこからもう流れていかないんですよ。人間側が勝手に流れてるって勘違いしてるだけで。なので、どうするかっていうと、こう投げます、はい、落とします、ホールさせて着底したかなぐらいのタイミングでトントンって上に煽る、でまた流す、トントン流すっていう感じ。これがその今ネコリグなんですけど、ネコリグもしくはノーシンカー、ジグヘッドアッキーね、この3つが大体ドリフトでは、僕の中では主に使うものになります。でその流れが一番速い流進に入れるのではなく、流れがよどんでるもしくは、弱いところっていうところにまず入れる、もしくはその弱いところここ狙いたいよねっていうポイントの先に入れるんですよね。例えば、ここに今バスがいたとします。そしたらこう、流れの上流に投げる、ボイルが起きた、そのボイルの流れから見て上流側に向かって投げる、これが鉄則。ドリフトっていうのは流して魚の目の前に送り込む釣りだから、魚の目の前に落とす釣りではないんだよね。魚の目の前じゃないところに落として、そして流して魚の目の前に持っていく釣り、違和感なく自然に魚の目の前に持っていくことで口を使ってもらうっていう釣り、
それは覚えておいてください。で、今僕がなんでネコリグなのかっていうところなんですけど、ネコリグもちろんシンカーがね頭に入ってますから、シンカー入れると流されにくくなるんじゃないですかっていう話だと思うんですよね。より流していった方が良くないですか、ノーシンカーとかでって思う人もいるかもしれないんですけど、流れに任せすぎるっていうかね、流れに乗せすぎるのも良くないっていうパターンがある。もちろんそれがいいパターンもあるんだけど、今の場合だと、まあ GR の動画見たら分かると思うんですけど、流進で食ってるんですよね。この辺流れがきちんと当たってるエリアとか、最上流エリアで50アップかけてるんですよ。で、これに変えてそこでね、40後半つって、で今さらに解説中に、40アップ釣れたわけなんですけども、そういった感じ、流れが当たってるエリアで今釣れてます。で流れの、速いところに対してバスっていうのは基本的に流れに逆らった形で頭を抜けて泳いでるんですよね。でも、ピタッとヒレを動かすのやめて止まっちゃうと流されちゃうんで、ヒレを常に動かして、その位置を保っていかないといけないんですよね。はい、ヒレをずっと動かすっていうのは、人間で言ったらずっと、まあウォーキングもしくはランニングしてる状態、疲れますよね途中で。疲れるからどうするかって言ったら、岩の裏とか、何かしら障害物の裏に隠れて流れを一旦回避するんですよ。そこで一旦休む、もしくは、そこでちょっと停滞していて、頭上を通りかかったベイトとか、その石から飛び出てきたベイトとかっていうのを狙って、その瞬間だけ本気出してバーンって出て、また流れに戻ったらその岩を探して岩の裏とかで隠れるっていう。岩の裏ってことはすなわちボトム、ボトムであるということは、わざわざ水面付近とかを通す必要はないということになってくるね。ボトムにいる魚を狙いたい、石の裏に隠れてる魚を狙いたいのに、脳進化ワッキーやってると漂いすぎちゃうんですよね。浅すぎる、で着底するのも遅い。着底したとしてもファッファッて上げたらまたさらにすごく流される。それをちょっとこうファッファッて上げて流されてトン、ファッファッて上げて流されてトンしていくことによって、数ある岩をねスピーディーに探ってくることができるっていう、より自然に近い流し方をしたいんであれば、ベイトタックルよりもスピニングタックルで細い糸の方がいいです。なんでかっていうと、糸の径、糸の太さが変わるんで、細い糸ほど流れに捕まりにくくなりますね。当たる面積が小さくなるんで、ワーム本来の流れに任せる形になる。で太い糸ほど今度糸に釣られてワームが流されることになるんですよね。水面についてる糸が押されて、それに追従してワームが流れていくっていうスタンスになります。もちろんどっちでも釣れるんですけど、ワームをより自然に流していきたいというのであれば細い糸を使うべき。ただ細い糸を使うと、この激流の中に揉まれて育ってるバスですから、かなり引くので、まあドラグとかちゃんと調節しておかないと、ラインブレイクとかね、そういうことにつながりますんで。であと使ってるワームがね 5.75 インチっていう、ちょっと長めで太いストレートワームですので、まあ、あんまり細い糸で投げるとか、ウルトラライトタックルで狙うっていうか、こう使うワームじゃないんでね。だから今ベイトの12ポンドでやってるんですけど、まさしく解説中に釣れたやつなんかは、この糸で先に流してルアーを後から糸に追従させて流すっていうパターンで、今っていうか、その解説の魚は釣れたよね。で、45アップは思いっきり、もうボトムに落としてふわ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 って流していって、ふわふわゴンゴゴンバシっていう感じだった。ドリフトの仕方は皆さん覚えましたね。ここからは実践、流れがこう今行ってね、流れが今こう行ってる、この流進に対して落とすんじゃなくて、流進の脇、この辺だね。流すときには糸張っちゃダメですよ。糸張ったら流れていかないんで、トンチョンチョンって上げたらロッドを下げて糸をたるませる、でワームを流してあげる。あでね、ワームは必ず長め、ストレートワームは必ず長めの方がいい。なんでかっていうと、その流れに揉まれて複雑な動きを出すんですよね。だから激流とか、そのインレットとか、もしくはバックウォーターが荒れて流れが速いよとかっていう場合の、ドリフトで使う場合はロングワームの方がいいんですよ。だから 5.75 だったり、まあ8インチ、9インチ、10インチ、普段使わないような長さがここで生きてくるんですよね。
で、これをね、あの4インチのちっちゃいワームとかでやっちゃうと釣れないんですよ、逆に。コバッチの連発か、もしくはもう軽すぎて流されすぎて、あの狙いたいところに全く狙いが定まらないとか、あとは単純に流れが速いですからね、魚が見つけれない。で、魚の密度が薄い時のドリフトは禁物です。魚がね、こんだけやっぱ釣れてるから今俺ドリフトやってるわけだってね、GI とかでさバンバン釣れてるからドリフトでやってますけど、魚の密度が薄いインレットとか魚の密度が薄いなって感じた時にやる手法じゃないんですよ。なんでかっていうと手返しが悪いから、効率も悪いし。流しますよ。よし、ほらね、あんま大きくねえわ今日は。よし、ね、小鉢だけどこういうこと。ああ、外れちゃった。まあでも今みたいなことだよね。投げて、今反転流の沖に投げて、流れて反転流に入った瞬間に糸が、そういうこと。ぜひね、皆さんもドリフトマスターしてください。